なになに？お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。ただいまっと。今日もお疲れ様、お兄ちゃん。うん、私もそうする。じゃあまた明日ね。どこからともなく男の人の声が聞こえてくるの。ボソ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 って何度も何度も繰り返して、それで私怖くなっちゃって。でも本当に聞こえたんだもん。気をつけてお兄ちゃん、どこかに変質者が隠れてたりするかもしれないから。録音クリスタル？そうだ、昨日クラインにもらったんだった。私が朝起きるの大変だって愚痴ったら、これを使えって。おっ、おはようリーファッチ。俺が作った特製目覚ましアラームで清々しく起きれたか？ああ、あれは…そうかそうか、役に立ったなら何より何より…って捨てただ？ひでえよ、リーファッチが朝に弱いって言うから俺が丹精込めて作ってやったのに。おいキリト、いくら妹が可愛いからって他の男からの贈り物を問答無用で捨てることはねえだろう。なんだよ大騒ぎって。たかが目覚ましで何が起きるってんだよ。ねえ、録音クリスタルに一体なんて吹き込んでたわけ？そりゃ朝を気持ちよく迎える定番愛のメッセージだよ。リファちゃん、クラインお兄ちゃんがお越しに来たよ。目覚めのキスだ、チュ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 。それは捨てて当然ね。それにクラインさんがお兄ちゃんっていうのはちょっと最悪の目覚めね。おい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 、ちょっとお茶目な冗談だろ。寄ってたかってそこまで言わなくても。あの、今度は空の録音クリスタルだけもらえれば音声は他の人にお願いするから。あんまりだぜ。なになに？またね。どうかしたの？キリト、行く。よろしく。キリト、
収穫だったわね。まさかあんなレア素材がポロッと出るなんて思わなかったわ。もちろん最高の武器に仕上げてみせる。あ、そうだ、この後一緒に晩ご飯でもどう？私がおごるからさ。まあね、レア素材入手記念よ。それと手伝ってくれたお礼も兼ねて。それとも男としては女の子に怒られるなんてプライドが許さない？それじゃあ決定ね。その前に、あのさ、シャワー浴びてきてもいい？ちょっとさっぱりしたいし、そのキリトと食事に行くとなると。ああ、いいっていいって、すぐ済むからここで待ってて。あんたを野放しにしたらどっか行きそうなんだもん。そう思ってても誰かがあんたを誘いに来るかもしれないでしょうが。なんでもないわよ。いいからここで待ってなさい。よろしい。それじゃあ行ってくるわね。そうそう、言っておくけど、お風呂覗いたらうちのカジロに頭から突っ込むから。でいろんなアイテムを入手したから、もうストレージの中がごっちゃごちゃ。これは保存よ。これは後で売却して。あー、もう何が何だかわからなくなってきちゃった。こんなにごちゃごちゃしてると間違えて大事なものとか捨てちゃいそう。そうそう、いらないアイテムと一緒に捨てず。ところで、早速ご飯食べに行こっか。キリトのおごりで。あら、裏若い乙女のあられもない姿を見たんだから、そのくらい当然でしょ。私のことドキドキさせた罰よ。冗談だって、そんなお葬式帰りみたいな顔しないでよ。どうかしたの？それじゃあね。キリト、どうしました？さあ、キリトさん。
かしいですよ。はい、また明日お願いしますね。ねえピノ、さっきからキュルキュル泣いてどうしたの？どうしてキルトさんが私の部屋に？シリカちゃん、いる？あ、ピナの声だ。なんだけど。ああ、うん、いいよ。すぐ着替えて追いかけるから先に行ってて。え、着替えるの待ってるよ。一緒に行こう。ああ、でもちょっと事情があって。事情？ああ、ううん、なんでもないよ。怪しい。隠してるって何を？例えば、実はすごい美味しい食べ物をベッドに隠してるとか。そんなのないって。へえ、それじゃあ強制捜査。ダメ。何？そこお尻、お尻です。お尻？違う、なんでもないの。それよりも、すぐに追いかけるから先に行ってて。ね。うん、わかった。ちょっとふざけすぎちゃったかな。うん、気にしないで、大丈夫だから。うん、それじゃあ先に行ってるね。疲れた。キルトさん、ごめんなさい。無理やりベッドに押し込んじゃって。でもちょっと罪悪感です。キルトさん、こっち見ないでください。してくれたんですか。ありがとうございます。私ちゃんと閉めておいたはずですけど。確かにそうですね。そんなの困ります。部屋の鍵がかからない不具合ってちょっと致命的すぎます。もしそうだとしたら、ピナ
んに門番でもしてもらわないと。もしかしてフィナがキリトさんたちの声に反応して鍵を開けちゃったっていうことですか？するから少しはお手柄かな。いえ何も言ってません。そうだ、リーファを待たせてるんでした。早く行かないと。ピナ行くよ。キリトさんも一緒に食事行きませんか？よろしく。今日はこのぐらいにしてもう休んでおく？じゃあ、私は部屋に戻るから。どうぞ。ずいぶん早かったじゃな。ここにいるのよ。こんな格好してるところに男が侵入してきて落ち着けるわけないでしょ。まあそうね。とりあえず着替えてくるから、あんたは扉に顔くっつけてなさい。お待たせ。ええ、悔しいけどあんたに非はないわ。ノックの相手が誰かも確認しないで部屋に入れちゃったわけだからね。アスナよ、今ちょっとアロマオイルを買いに行ってるの。アスナがね、アロマテラピーをしてくれるって話になって、アスナが買い物に行ってる間に私はシャワーを浴びて待っていたってわけ。悪いからやらなくていいって言ったんだけど、むしろアスナの方がすごいノリノリで。シノノ、ただいま。今度こそアスナね。どうぞ。面白そうなオイルをいろいろって、あれ、キリト君がいる。どうしたの？
アスナが戻ってきたんだと思って、間違ってこいつを中に入れちゃったの。そうなんだ。ごめんね、キリト君。今晩はシノノン貸し切りなの。あ、キリト君にも今度オイルマッサージしてあげようか。もちろんよ。確かに現実世界と違って、コリをほぐすとか血行を良くするみたいなことはないけど、心のケア、ストレス解消にはちゃんと効果があるんだから。シノノンはこの世界に来たばかりだし、慣れない環境や見ず知らずの人たちの中で生活するって大変なことなんだから、こういう形でメンタル面でもちゃんとケアしてあげないとね。アスナ、ありがとう。いろいろ面倒見てもらって本当に助かってる。気にしない気にしない。困った時はお互い様だからね。じゃあマッサージしよっか。シャワーを浴びたんだよね。それじゃあキリト君、シノノンには服を脱いでもらうから席を外してもらえるかな。まあキリトにはさっき裸見られたんだけどね。え、キリト君、どういうことかな。ってことはシノノンの裸は本当に見たんだ。見えなかったって、見たかったのかな？見られたのは本当じゃない。不思議ね。マッサージ前からストレスが解消されていく感じがするわ。キリト君、話を詳しく聞かせてもらえるかな？キリト、キリトいる？あ、いた。ねえ、今から木を見に行かない？この前ちょっと見たらすっごく大きくなってたんだよ。よかった。それじゃあ早速出発。了解よ。頑張ろうね。それでね、もう実がなっててね、今日くらいが多分。キリト、あれ急いで倒さないと。それでも私は行く。絶対守ってみせるから。無理でもやる。だってあれは、うん。
ようやく倒した。でも、なんとか木は守り抜けたね。私もね、最初に見たときはびっくりしたんだ。まさか両手回しても届かないくらい幹が太くなるなんて。実はちょっとだけね。でもモンスターが来てないか見張ったりしてただけだけど。手に入ったら多分あげてたけど、ないんだもん。まさかそこまでは大きくならないでしょう。それでね、あそこに見えるのがこの木の実だよ。今取ってくる。キリトの分で、これが私の。そうだね。うん、食べてみない？いただきます。キリト、ありがとう。これは感情の実を育てるクエストだったの。協力し合って木を育てると、相手の感情がその実に宿って、食べるとその感情が伝わってくる。伝わってきたよ。私、許してもらってたんだ。そうだよね。でも私、ずっと不安だったの。キリトを騙した私が果たして本当に許してもらえるのかって。でもキリトは本当に。違う、そうじゃなくて。うん、ありがとうキリト。私、もう疑わないよ。ずっとキリトを信じてるから。キリト。